マルク・アラン・アレンはフィンランド人の元ラリードライバー。ヘルシン級まで。1973年にスタートした世界ラリー選手権の早々期から1990年代初頭までを代表するラリードライバー。身長190センチメートル以上の長身で何度となく WRC においてドライバーズタイトル争いに絡む活躍を見せたものの。 結局一度もドライバーズチャンピオンを獲得できなかったことからラリー界における無冠の帝王の代表格として知られる。グラベルやターマック、さらにはその土地のイベントごとのスペシャリストが数多く存在した時代にあって路面やイベントを選ばずに活躍するオールラウンダーの草分けといえる存在。キャリアの大半は小ドライバーのイルカキビマキと共に過ごす。百六十三年に フィンランドのアイスレースチャンピオンを獲得した父の影響でモータースポーツの世界へと足を踏み入れる。1969年にルノー8ゴルディーニでラリーデビュー。その年に参加した1 0 0ラリーで9位フィニッシュすると、その才能に目をつけたフィンランドボルボとワークスドライバー契約を結ぶ。ボルボ142を買って1971年と1972年の 千コラリーで共に3位に入賞。翌1973年は世界ラリー選手権の一戦となった同じく千コラリーで東京の先輩ティモ・マ記念に次いで2位でフィニッシュする。フィアット・アバルト131ラリーをドライブするアレン・アレン,アレンの千コラリーでのパフォーマンスはフィアットとフォードの目に留まることとなる。まず1973年のラックラリーでは ウォータークラフトチームのフォードエスコート RS1600 で参戦。初日に点倒し一時は178位まで順位を落としながら猛烈なプッシュで最終的には3位のリザルトを獲得する。このラリーでアレンはハードチャージャーの異名を与えられ、そしてこのラリーの結果、フィアットとの大型契約を結ぶこととなる。この契約には巨額の契約金のほか 個人的なフィットネスプログラムの提供といった内容も含まれており、アレンはそのような契約を結んだ最初のラリードライバーとなった。1974年から1975年初頭にかけてアレンはフィアットアバルト124ラリーを買って WRC に参戦。速さは見せるもののリタイアも多く、また同じフィアット参加のランチやストラトスがもういいを、 振るっていたこともあり、1974年のプレスオン、リガードレスにおける2位が最高位となっていた。しかしランチアが欠場した1975年のポルトガルラリーで、アレンは序盤からチームメイトのハンヌミッコラと共にワンツー体制を構築。フィニッシュまで激戦を繰り広げたものの最終的には1分17秒差で逃げ切り、念願の WRC 初勝利を手にする。 1976年のモロッコラリーからはマシンを新型のフィアットアバルト131ラリーにスイッチ。デビュー2戦目の1000個ラリーではフォードのティモ・マキネンを逆転で下し WRC2 勝目を挙げる。さらに1977年には第3戦のポルトガルラリーで勝利。続く第5戦ニュージーランドラリーでも3位入賞を果たすが、 その後は4戦連続リタイアと不安定な部分を露呈する。しかし、無敵を誇っていたランチアが、親会社であるフィアットの政治的判断によりこの年のラリー・モンテカルロを最後に撤退したこともあり、フィアットチームはフォードに僅差で競り勝ち、この年のマニファクチュアラーズチャンピオンを獲得した。続く1978年、アレンはまたも、ポルトガルラリーと1000個ラリーを制し、さらに、 フィアットチームのサポートとして、ランチやストラトスで出場したサンデモラリーでは、その思惑をよそに、フィアットを狩るマウリツィオ・ベリーニに大差をつけて勝利。今季3勝目を挙げるとともに、ドライバーズチャンピオンの前身となる FIA カップを手にした。1979年、1980年も、アレンはフィアットから参戦。いずれの年も1000個ラリーの1勝ずつにとどまり、 ドライバーズチャンピオンシップは3位と6位に終わるが、この勝利によって1000個、ラリー4年連続勝利の記録を樹立する。フィアット最後の年となる1981年、1000個ラリーは、フォードのアリバタ年に敗れて2位に終わり連勝記録は、ストップするものの、第3戦のポルトガルラリーで勝利を挙げる。この勝利が、フィアットアバルト131ラリー最後の勝利となった。 1981年限りでフィアットは撤退し、再びランチアが WRC へと復帰することとなった。アレンは多くのスタッフと共にランチアに移籍し、グループ B マシンであるランチアラリー037の開発に携わる。すでに WRC には 4WD ターボのアウディクアトロが台頭しており、ミドシップレイアウトながら、 後輪駆動のランチアラリーは当初から苦戦が予想された。また、マシンはこの年のツールドコルスでデビューしたものの、信頼性によく1983年、完全にグループ B 規定が適用されることとなった。この年の開幕戦ラリーモンテカルロ、シーズンオフの徹底的な熟成に加えて、比較的雪が少ないコンディションも影響し、ランチアラリーはワルターロールの手により初優勝。 アレンも2位でフィニッシュする。ランチアは、第2戦のスウェディッシュラリーを欠場し、グラベルとターマックのミックス路面で争われる、ポルトガルラリーに参戦。ここではアウディに遅れを取り、アレンは4位に終わる。そして、サファリラリーを挟んだ、第5戦のツールドコルス、アレンは、序盤からラリーをリードし、そのまま優勝。自身初のターマックイベントでの勝利を達成する。 この勝利はアレンにとってだけでなく、初の北欧系ドライバーによるツールドコルス優勝となった。その後アレンはサンデモラリーでも優勝。この勝利でランチアはマニファクチュアラーズチャンピオンを決める。アレンはこの年2勝、2位2回、3位1回という好成績を収めたものの、ドライバーズチャンピオンシップではアウディのハンヌミッコラとチームメイトのロールに続く3位にとどまった。 1984年はロールがアウディに移籍。アレンは名実ともにエースとしてランチアを引っ張る立場となる。この年もアウディとの争いは熾烈を極めた上、プジョーからはミドシップ 4WD ターボという究極のレイアウトを持つプジョー205ターボ16がデビュー。アレンの勝利は前年に続いてのツールドコレスのみとなり、 ドライバーズチャンピオンシップでも前年に引き続き3位となる。1985年はデビューが噂されていた新型車ランチやデルタ S4 の投入が遅れ、二輪駆動のランチアラリーは排気量をアップしたエボリューションモデルを投入するも前年にも増して苦しい戦いを強いられる。アレンはデルタ S4 の開発の間を縫って出場したものの得意とするはずのツールドコルスでは チームメイトのアッティリオ・ベッテガが流木に激突して死亡。チームはラリーを危険するなど不運が続き、アレンの成績は1000個ラリーの3位が最上位となった。そして待望のデルタ S4 が最終戦のラックラリーでデビュー。チームメイトのヘンリー・トイボレンと共に他を圧倒するパフォーマンスを見せ、トイボレンがデビューイン。アレンも二位に入り、ドライバーズチャンピオンシップでは七位に終わったものの、 来年に向けての期待は大きく高まった。ランチアデルタ S4986 年、アレンは開幕戦のラリー・モンテカルロでリタイア。続く、スウェディッシュラリーで2位に入り、ポルトガルラリーへと向かう。しかしこのラリーでは、フォードのヨアキム・サントスが、スタート直後にコース上の観客を避けて、群衆に突っ込み、子供を含む三人が死亡するという事故が発生。 事前から観客のマナーの悪さは問題になっており、観客整理の要望を主催者に申し入れていたにも、かかわらず発生したこの事故を受けて、あれも含むトップドライバーは、競技をボイコットし、リタイアする。第四戦のサファリラリーでは信頼性を重視して、旧型のランチアラリーで参戦。トヨタセリカに次いでの3位に入賞し、ランチアラリー最後の花道を飾る。 そして迎えた第5戦のツールドコルス。ラリーは序盤からチームメイトのヘンリー・トイボネンがリードする展開となっていたものの、そのトイボネンが第2レグの SS18 でコースアウトし、外貨に転落して炎上。小ドライバーのセルジオ・クレストと共に帰らぬ人となってしまう。このアクシデントによりランチアチームは前年に続いてツールドコルスから撤退。 トイボネンと親友関係にあったアレンも大きなショックを受ける。このラリーの後、WRC を統括するフィーザーはグループ B 規定のこの年限りでの廃止を決定。グループ B 最後の王者の座をかけて、この後アレンは、プジョーのティモサロネン、ユハカンクネンと激しい争いを繰り広げることとなる。第6戦のアクロポリスラリーではリタイアしたものの、続くニュージーランド。 アルゼンチンで連続2位。1000個では最終、レグまでトップをキープするも、コースアウトにより3位に終わる。マニファクチュアラーズチャンピオンシップがかからない、コートジボワールを挟んで開催されたサンデモラリーでは、ランチアの地元という地の利もあり、チームメイトのダリオチェラーと、ミキビアシオンを従えて、シーズン初優勝。また、プジョーがレギュレーション違反によって、 全車失格という最低となりランチアは1位から3位を独占したものの、プジョーはこれを不満としてフィザに提訴する。マニファクチュアラーズチャンピオンシップがかかる最後の戦い、ラックラリーでアレンは2位に入り、ドライバーズポイントで首位に立っていたユハカンクネンを1ポイント差で逆転。そして最終戦オリンパスラリーでアレンはカンクネンを下して今季2勝目を挙げ、同時に 初のドライバーズチャンピオンの座に輝いたと思われた。しかし、最終選終了から11日後、フィザは、プジョーが提訴していた、サンデモラリーの結果をすべてキャンセルすると発表。これによって、アレンの20ポイントは幻となり、ドライバーズチャンピオンは、関ク年のものとなった。アレンが、幻のチャンピオンと呼ばれるゆえんである。 ランチアデルタ 1F をドライブするアレン1987年、前年の決定通り、WRC はグループ A マシンによって争われることとなった。5000台以上の生産台数が必要となる、規定によって各社はベース車両の選定に手間取る中、ランチアは1.5リットル級ハッチバックのデルタに2リッター,ターボエンジンと 4WD システムを搭載した。 ランチアデルタ 1F4WD を投入。この年の戦いを有利に進めることとなる。アレンは開幕戦のモンテカルロを前年の最低に抗議して欠場。第2戦のスウェディッシュで5位に入り、続くポルトガルでは早くも勝利を挙げる。サファリとツールドコルスを欠場して臨んだアクロポリスでも勝利を収めたものの、事前に発令されたチームオーダーでは、 チームメイトのミキ・ビアジオンを勝たせるというものだった。結局ビアジオンはターボトラブルによってリタイアしたためアレンが勝利を手にするが、この頃からチームはイタリア人であるビアジオンのためのチームへと変化していく。ライバル不在の中、ランチアは8月に開催されたアルゼンチンで早々にマニファクチュアラーズチャンピオンを決め、焦点はドライバーズチャンピオンシップへと移った。 アレンは1000個で1980年以来7年ぶりとなる勝利を挙げたものの、3ーもで、リタや、ダックで5位に終わり、結局この年もドライバーズチャンピオンシップでは、チームメイトのカンクネン、ビラジオンに次いで3位に終わる。1988年、アレンは第2戦のスウェディッシュから出場。このラリーで勝利を挙げ、最先のいいスタートを切る。 次戦のポルトガルからは急増とも言える HF4、WD からその弱点を解消したデルタインテグラーレットスイッチ。ビアジオンがデビューウィンを飾るが、アレンは初日に発生したトラブルで6位に終わる。その後アレンはアクロポリスで4位に入った後、1000個で2年連続の勝利を飾る。さらに最終戦のラックでも勝利を挙げるが、やはりこの年もドライバーズチャンピオンシップでは、 ビアジオンに及ばず2位にどまった。そして、このラックでの勝利が、アレンの WRC における19回目の勝利となり、また、最後の勝利となった。1989年になると、チームは完全にビアジオンを中心とした体制となり、アレンはポルトガル、先行、オーストラリアの参戦に、スポット的に参加するにとどまることとなった。ポルトガルで2 オーストラリアでは3位に入るものの、ドライバーズチャンピオンシップでは9位に終わる。この結果を受けてアレンは、自らの活躍の場を求めて、ランチアを去ることとなる。スバルレガ CRS グループ A 規定初期には、ランチアの独占状と言えた WRC だったが、ここに来てトヨタ、三菱といった、日本勢の進化が目覚ましい状況へと変化しつつあった。そのような中、アレンは1990年に、 スバルへと移籍する。スバルは1970年代後半からレオーネでサファリラリーに参戦していたが、本格参戦はこの年からという新山チームで、このトップドライバーの決断は周囲を驚かせた。スバルレガシーのデビュー戦となったサファリラリーで、アレンはいきなり SS トップタイムを叩き出し注目を集めるが、結局リタイア。この年は5000に出場し、リタイア4回。 最上位は1000個の4位という結果に終わったが、レガシーの初期熟成に大きな役割を果たした。1991年も同じくスバルから出場。シーズンを通して、レガシーのパワー不足に悩みながらも、スウェディッシュで初の3位表彰台へと導く。その後もニュージーランドとオーストラリアで4位に入るなど、ランチやトヨタに続く中堅チームとしての基盤を作り上げた。 1992年にはトヨタに移籍。エースのカルロス・サインツをサポートする立場として7戦に出場。得意の1 0個で3位に入るなど手堅くポイントを稼ぎ、チームに貢献する。そして翌1993年は、スバルとトヨタからスポット的に参戦。ポルトガルではレガシーで4位、サファリではセリカで2位に入る。そして1000ラリーでは、スバルが投入したニューマシン。 スバルインプレッサで参戦。しかし、SS1 のスタートからわずか800メートルで、路肩の石にヒットしリタイヤ。結局この1000個が、レギュラードライバーとしてのアレンの最後のラリーとなった。2001年、ラリーフィンランド WRC の第1戦から退いた後も、アレンはいくつかのイベントに出場している。主なところでは1995年。 前年までのドイツツーリングカー選手権から衣替えされた国際ツーリングカー選手権にアルファロメオ155で参戦。また、1996年と1997年には、表情レースのアンドロストロフィーにも参戦している。2001年には50歳の誕生日を記念して、フォードフォーカス WRC でラリーフィンランドへと参加。 18年ぶりの WRC 復帰にもかかわらず、総合16位のリザルトを残している。また、パリダカルラリーのカミオンクラスにも2回参戦している。ありがとうございます。